こんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南エイジングクリニック新宿本院院長のドクター笠井と受付カウンセラーです。この神の神チャンネルでは皆様からいただいた質問に対しての解説や AGA 治療された方の症例の解説などを行っています。今日は湘南オリジナル AGA 治療薬セットとミノキシジル外用薬を6ヶ月使用しジェットメソセラピーを6回された方の症例についての解説をお願いします。この方は何歳？この方がですね、41歳の男性の方です。41歳の方で AGA 治療薬、湘南の場合は AGA 治療薬フィナステリド1ミリですね。それからミノキシジルを 2.5 ミリを2錠とビタミンミネラル、それからアミノ酸の入った錠剤を1錠ですかね。それと、ミノキシジルスプレーって言ってましたけど、オリジナルの赤ですね。ですからフィナステリドとミノキシジルが両方入っている塗り薬、それとジェットメソを何回言いました？ジェットメソが6回です。6回ですね。私この撮影の時まで全然症例見てないんで、見てその時のもうパッと、患者さんもそうなんですけどね、患者さん来ていただいて、こう実際のその時のですね見ながら正直答えてるんですけど、でもこれいいですよね、すごくね。こっちが治療前、左側が治療前で治療後。この写真っていうのはですね、全体の密度が分かるんですね。一番もう本当に一番重要な写真じゃないかと思ってるんですけど、理想はこの皮膚の出方、頭皮の出方が細くて均一が一番いいんです。まだこの時でもちょっとまだこの辺広いですよね。この辺が薄いですね。ですからここがもっと綺麗になってくるといいんですけど、まだ6ヶ月ですからね、結構良くなってます。前頭部のこのところも結構伸びてきてますよね、密度が全体的に良くなっているということが、まずこれでちょっと分かりますね、他の写真ありますか？じゃあ次が生え際で、生え際ですね。これもやはり皆さん一番ね気にされるところですけども、こうやってアップにすると分かるんですけど、ここのところの生え際の密度が結構上がってきてますよね。どうでしょうかね。おでこもちょっと狭く見えますよね。これは部分モニターさんといって、この治療ですね、安く割引で受けられるんですけど、その分このようにですね写真を使わせていただくと、で顔を全部出して、皆さん見たいと思うんですよね。顔全体だとやっぱり印象違うんですけど、部分モニターさんといって、逆にやはりあまり見られたくはないですよね。ですからこのように隠して、お見せすることで、ただここの治療した部分がアップで見られるので、こんな感じちょっと見ていただければと思いますね。他の写真ってありますか？じゃあ今度は白ですね。いろんな方向から見ないとですね、治療効果っていうのは写真ではですね、一つの写真だけだと髪型とかでわからないことなんですね。このように後ろから見た時に、このつむじの部分ですね、まだつむじのこう渦巻きですね、これがよく見えてないんでまだ完全ではないんですけど、この時よりもですねだんだんつむじの場所がはっきりしてきましたね。で、よく昔天使のリングって言いましたけど、この輪っかですね、これがこう広がっていたのが結構綺麗になってきてます。で、前の方のここのところがこの辺薄くてもやもやってしてたのが良くなってる感じがわかりますね。湘南では11方向ぐらい写真撮ってるんですけど、今日は3方向だけなんですね。全部お見せしたいんですけど時間の限りになりますのでまたホームページでですね探していただけると、この方の、多分写真もっと載ってると思いますから、ぜひ見てみてください。このようにですね、当然全員が 100% この方のようになるというわけではないんですけど、このように良くなる方がいるということは間違いありませんし、この治療、一番飲み薬、塗り薬とメソセラピーのセットという、こういうセットをやっていただくとですね、本当に3割と言ったらいいでしょうね、8割から99% ぐらい反応はしていくんですね。ただ、写真でこのように細かく見ないとどのぐらい反応しているかということが分かりませんので、
うちに来ていただく患者さんにはたくさん写真撮って時間かかりますけれども、このように細かく、診察でもですね解説させていただきますので、よかったらぜひですね来てくださいね。はい、ありがとうございます。ではこのチャンネルでは AGA についての情報や皆様からのご質問にお答えしています。わからないことなどがございましたらぜひコメントをお願いいたします。あ、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。